ボステボー、アルペン、ベースボール、フットボール、ダブルです。皆さんこんにちは。北海道に来て早2年。回転寿司の好きなネタが卵からちゃんと海鮮へと変化しつつあるアミーゴです。そんな話は置いといて、夏といえばやっぱり甲子園ですよね。今年も熱く盛り上がってます。昨日やっとベスト8が出揃いまして、アミーゴ大阪出身なんですが、やっぱり注目は大阪桐蔭となっております。明日から準々決勝がスタートするんですが、どこの高校が優勝するのかめちゃめちゃ楽しみです。どこの高校も大注目なんですが、今年一番注目しているのがスパイクなんですよ。最近白スパってめっちゃ流行ってるじゃないですか。今年どうなんかなと思って甲子園ずっと見てるんですけど、やっぱり白スパ結構履いてる高校多くて、ところでいつから白スパって甲子園で履かれ始めたのか結構気になりますよね。水野さんが統計したものによると、こんな感じで2020年の春から甲子園でも履かれ始めたみたいなんですよ。今年はまだ黒いスパイクあったんですが、来年には全校白いスパイクになってるかもしれません。でもスパイクって色は高校とか学校で決められてるので、やっぱりフィット感とか軽さで選ぶものですよね。軽さ重視でスパイクを選んでいるというそこのあなた、おすすめの商品があるんですが、こちらミズノのライトレボゼロです。この商品ミズノ最軽量の 215g となってます。って言われても全然ピンときてない方のために、身近なもので例えるとこちらの砂糖のご飯、これ1パック 200g なんですよ。ただこれを片足に履くって考えれば、いやいやまだ重たいやろって思ってる方のために、一番身近なもので例えるとこちら iPhone12、 ただケース付きの iPhone12 だと 211g なんですよ。これを片足に履いてるって考えればめちゃめちゃ軽くないですか。いや軽いですよね。これがミズノのライトレボゼロの最大の特徴の軽さです。今回大注目は何といっても軽さなんですが、皆さんが履いてるスパイクどれぐらいの重さなのか気になりましたよね。そこでいろんなブランドのスパイクの重さを勝手にランキング化しちゃいました。その結果がこちらです。スパイクそれぞれ特徴があるので重さにも違いがあります。皆さんが履いてるスパイク、この中にありましたか？ライトレボゼロの軽さ、これを見たら一目瞭然です。軽いスパイクを履くことで守備、走塁での一歩目が速くなって、守備範囲が広がったり盗塁数が増えたりと、メリット盛りだくさんです。これを履けば走攻守全てで活躍間違いなし。実際に履いて感想をお伝えしたかったんですが、北海道連日の大雨でグラウンドが使えない状況になってまして、レビューできなかったので、もうこのスパイク発売はされているので、実際にこの軽さ店舗で実感してみてください。ぜひぜひ店舗でお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。